行われます。田中康生世界前哨戦です。ソウルファイティングシリーズ51、ただいまより本日のメインイベント、50キロ契約フライ級キャッチウェイト10回戦を行います。赤コーナー110パウンド4分の1、畑中ジム所属、最新ランキングは WBC 世界ライトフライ級12位、 WBO 世界ライトフライ級第2位、昨年大晦日ドラマチックな KO 防衛を果たしてタイトルを返上、本日あえて強豪を迎えての2階級制覇への前哨戦、日本最速記録プロデビュー5戦目でタイトルをつかんだ最速世界王者、第16代全 WBO 世界スーパーミニマム級チャンピオン、ノックアウトドリームボーイ田中康生。世界前哨戦田中康生です。青コーナー108パウンド2分の1フィリピン、最新ランキングは IBF 世界ライトフライ級第10位、 OBBF 東洋太平洋ライトフライ級第3位、フィリピンライトフライ級第1位、レネパティアノ。ダウン経験一度もなし、フィリピンのディフェンスマスターです。さあ田中康生の世界前哨戦50キロ契約ウェイト、飯田聡さん、ずいぶん減量にも苦しめられたミニマム級、そこから解放された田中康生がどういうボクシングを見せるか。そうですね、まあ、本当にこうスピードがある選手ですから、はい、まあ、よりスピードがあるとか、あとパワーですね、パワーがついてきて、いい強いパンチ打てるかもしれないですね、はい、さあ星野慶太郎さんはどういうところを期待しますか、はい、やっぱり減量から解放された田中康生を、うん、はい、ね、見てみたいですね、はいはい、スピードパワーどれをとっても自信ありという今日の試合。さあ世界前哨戦第1ラウンドのゴングが鳴りました。田中康生のこの入り、左のジャブ、鋭いジャブを続いてきました。田中康生の立ち上がり、さあ50キロの契約ウェイトで行われます世界前哨戦、ここを勝てばもちろん次の試合はライトフライ級の世界タイトルマッチ、2階級制覇へ向けての田中の立ち上がりです。ボリブロー、ボディをついてきました、左のジャブ、ジャブの差し合いになります。スピードが違いますよね、はい、あ、そうですか、はい、はい、田中のスピードの乗ったジャブ、特に飯田さん、左の使い方には随分こう研究重ねたみたいですね、そうですね、お、早いですよね、左のジャブをついていきます。パティラノはダウン経験一度もなしという、ま、ディフェンスに非常に定評のある選手と聞いています。ボリブロー、初来日世界ランカーです。世界ランカー同士の一戦ということになります。右のストレート、おー、前に来ます。ま、やはり何といっても相手も世界ランカーです。そうやすやすとというわけにはいかない、まあ、その辺 の、 あの油断はしないようにという田中康生の試合前です。本当に体の大きさも違いますよね。あ、そうですか、田中康生の方が大きいですよね、その大きくなった、はい、右のストレート、右のストレートが捉えました。第1ラウンド、左ジャブ、キャリー振るっていきます。田中康生、いや、もう倒すんだという意気込み、星野さん伺えますね。見えますね、はい、早いんじゃないですか、もしかしたら、はい、まあ、本人は中盤ぐらいでというそんな話もしていましたが、早い段階で訪れるかもしれません。パティラノはまだ効果的なパンチというのはまだ出していないように見えます。第1ラウンド詰めていくのはパティラノ、左のジャブ、右、よく巻いてますね、はい、田中がクリンチに行きます。第1ラウンドもう残り1分というところ、さあスピードパワーにキレを増した田中康生の、さあこの立ち上がり、第1ラウンド、左のジャブ、いいジャブです。右のフックを振っていきました、パティラノ、左、左、左をトリプルから右を打ち下ろしていきました田中康生。飯田さん、動きどうでしょうか。いや、いいですね、はい、こうスピードもあるし、まあ、パンチ力強さもありますね。うん、まあ、パティラノの方も落ち着いてやっぱりよく見てますよね。あ、そうですか、はい、右のストレート、左、田中も相手のパンチもよく見えています。この辺りのディフェンス、まあ、ガードだけではないところを見せたいと、ボディをストレート持っていきました。ボリボー
右のボディストレートで持っていきます。田中康生の世界前哨戦。いやですよ、あの右のボディのストレートは。ガードの上からではありますが、これ力ありますね。はい、まあ、パティラの、まあ、ガードいいですから、その今みたいにこうそのガードの上からでもどんどん打っていきたいですね。はい、第1ラウンドもうあっという間に残り10秒というところになりました。世界前哨戦は10ラウンドで行われます。田中康生のさあ自らの第2章と位置づけた自らのボクシング、立ち上がり非常にいい動きでした。第1ラウンドが終わりました。田中康生の世界前哨戦第1ラウンドが終わりました。非常にいい状態で立ち上がったようなイメージがあります。さて飯田聡さん、はい、立ち上がりですけども、やっぱりこう減量から解放された部分、はい、いかがでしょうか。であとはやっぱりこうベルトを取ったということで、こう、うん、自信も感じられますよね。いい動きですよね。特に星野さん、やっぱりスピードがいいですね、はい、スピードもいいですし集中力がすごいですね。なるほど、はいはい、さあ第2ラウンドに入ります。第1ラウンドの立ち上がりは非常に鋭いジャブが相手を捉えました。左の使い方に進化を見せた田中康生、ここを勝てば次はライトフライ級での世界戦が待っています。さあ静かに立ち上がった第1ラウンド、第2ラウンドに動きは見られるでしょうか。左のジャブ、左フックで振るっていきました。早いですね。はい、相手は世界ランカーです。高田さん、はい、田中康生、畑中陣営なんですが、コンディションは過去最高の出来、過去最高の出来と断言してましてね、はい、スパーリングからの良さそのまま最初から出てるので、はい、逆にそれが怖いだけと言ってますね。そして相手の動きに関しては、はい、もうちょっとで分かってくるなという言い方をしてます。はい、こちらも世界ランカーが相手になります。田中康生、過去最高の出来と陣営も胸を張ります、まあ、それだけの自信を持った立ち上がりに見えます。相手のパンチをガードだけではないこのディフェンス、これも勝負です。左のジャブ、いいですね。いやもうジャブというよりもストレートに近いパンチです。左のフック、パティラのガードがいいんで、はい、今みたいなこうタイミングをずらすようなフェイント効果的ですね。はい、高田さん、あジャブが2つ、はい、高田さん、青コーナーのパティラの陣営ですが、バニラコーナーがですね、まず気楽にやっていこうとそういう指示を声をかけましたね、はい、その後もっと頭を右左に振っていけと、はい、そして田中の印象に関しては田中は強いねという言葉ですね。まあそんな中でもパティラノとしてもこの世界上位ランカーの田中に対する勝利があれば自らがまた飯田さん世界に迎えるという ね、 そうですね、ところもありますよね、はい、実際に、世界ランカーは田中を含めて3人目なんですが、過去1勝1引き分けといい成績を残しています。現在8連勝中のパティラノ、右のストレートを振るっていきました。田中康生、軽くではありますがパティラノの顔面を捉えています。前に来ますパティラノ、エンジンかかってますね。あそうですか、はいはい、パティラノはまだダウンがありません。それだけディフェンスに非常に冴えを見せる選手です。その相手からさきっちりダウンを奪えるか。左のジャブ、鋭いジャブを起点にここまで攻めています。2のストレート打ち下ろし、おっと逆にちょっとこうラフな感じでパンチを振ります。アッパー、パティラノのアッパーです。この右アッパー警戒したいんですよね。そうですね、得意パンチらしいので、くっついた時の特にアッパー、これには注意した。右のストレートを打ち下ろしました。第2ラウンド残り30秒です。サーリングの中央、田中がプレッシャーをかけていきます。世界前哨戦第2ラウンド、左のフック引っ掛けていきます。パワーの差を感じますね。あそうですか、はい、はい、50キロの契約ウェイト、あと右のストレートを送りましたが、これは体を入れ替えます。第2ラウンド、田中のこの落ち着いた立ち上がり、第2ラウンドがもういよいよ終盤、右のストレートも体で流します。第2ラウンドが終わりました。立ち上がりの2ラウンド、田中が非常に落ち着いて、しかも冷静に相手を飯田さん見てる感じがありますね。そうですね、まあ、でも逆にパティラノの方も冷静に見てますよ。あそうですか、はい、まあ、やっぱりこうジャブのスピードでやっぱ圧倒的にこう田中康生の方が速いんですけども、パティラノの方も2発3発ってこう 連打になってくるとこうどんどんエンジンかかるタイプなんで、はい、今のところはまあ、その一発目の勝負になってますから、なるほど、田中康生がもう圧倒的に有利に見えますけど、はい、これですね、こういう、連打になってくるとどんどんエンジンがかかってくる選手、それは、はい、あのストップさせたいんですよね。左のジャブを止めていきます。パティラノ前に来ますね。パティラノまだダウン経験がありません。こちらは IBF の世界ランカー、ボリブローアッパー、勝負に来てますね。前に来ます、前に来ます。田中が身をかわしていく。この辺りのスピードはさすが、冷静にいきます。左のジャブをダブルトリプルついていきます。田中康生、
世界前哨戦勝った、前に来る、ね、パティナノ前に来ますね、やっぱりこうパンチの交換、はい、一発二発の交換だとやっぱりスピードでこう圧倒的に下がっているので、もう三発四発とこう打ち込んでくる形に、はい、あー来ましたね、パーから左、あボディを振っていきます、ちょっと強引にも見える攻めですが、この攻撃がパティナノなんですね、やっぱり左のジャブで返していきます、高田さん、はい、田中恒成陣営なんですが、父親の仁トレーナーは、はい、相手はこっちのパンチの打ち終わりに出してくるパターンなので、はい、それを逆に生かしてみろと話しています、はい、相手はカウンターを狙っている、だからこそ田中も狙えるところがあるという陣営です。ここまでは落ち着いていますが、この3ラウンドは星野さん、やっぱり相手も出てますね、出てますね、こちらもガードがいいんで、はい、なかなか打ち当てられないと思うんですけど、坂田さん、はい、青コーナーのパテノ陣営ですが、バリアラントレーナーはですね、はい、もっとロープを背負わせるようなプレッシャーをかけていけと、お前の右ストレートに田中は恐怖を覚えているという声かけですね、あなるほど、はい、お右のストレートです、距離の近いところ、これですね、バリアラントは右打ち下ろしになるんですよね、はい、あれはちょっと見づらい角度から飛んできますよね、あなるほど、はい、身長では田中が2センチ上回っていますが、ボディブローです、ボディから突き放していきます、田中リングの中央です、第3ラウンド、ボリブロー、ボディ効いてきてるかもしれないですね、あそうですか、はい、ちょっと足が、動き、はい、若干ちょっと止まった感じしますよね、ボディの打ち合いになっていますが、このボディ攻撃は田中の方が一枚上手か、相手は世界ランカー、世界ランカー同士の一戦になります、世界前哨戦、左右、さあここは田中の手が出ています、ボディあとパティラを返していきます、後ろ割りですよね、後ろ割りに足つきますね、はい、カウンターを取りに来ます、パティラの左のジャブの差し合い、スピードでは田中が上回って、青右打ち下ろしていきました、左のフック、左のフックです、第3ラウンドの残り30秒、青左、左が相手を捉えました、動きが少し止まりました、パティラの、いや左も力強い感じなんで、そうですね、パティラの嫌がってますよね、はい、アッパー、このパンチには要注意です、はい、構成コールの名古屋国際会議場、左から右、さあノックアウトでいよいよ2階級制覇へ向かえるか、第3ラウンドも残り時間がありません、右のストレート打ち下ろしていきました、田中左のジャブも速い、第3ラウンドもいよいよ終盤、第3ラウンドが終わりました、50キロの契約ウエイト、まあ、田中にとってはミニマムのウエイトというのは飯田さん、はい、あの中学生の頃の体重だと言いましたので、いやもうちょっと想像できないですけど、そうなんですよね、きついですよね、はい、もうだからこそ今回のこの50キロのウエイト、もうトレーニングの内容が過去に比べられないぐらい充実していたという話です、遺憾なくその出来を発揮しているここまでの印象です、終盤の4ラウンド、さあ左でダメージを与えて、そして相手のパンチはガード以外の防御でかわして、そして右でフィニッシュという、そういう青写真を描いていますが、さあそういう展開になるか、左のジャブ、パティラノも手を出していきます、左田中の方もね、はい、左のジャブで効かせるんですよね、そこはすごいところですよね、はい、これは一つ田中も目標にしていた今日の試合です、高田さん、はい、畑中陣営、畑中会長なんですが、そのお話のショートジャブ、左のジャブ、左アッパー、一瞬動きが止まりました、入りましたね、左のアッパーで相手の動きを止めました、さあ、はい、フィニッシュに持っていくか、田中恒成の世界前哨戦、おっとパティラのこの辺りは手を返していきます、うまいですね、そうですか、はい、しのぎ方が上手です、うん、はい、ボディブロー、ボディが入りました、右のボディ打ち下ろしていきます、田中、あただ一旦効いたかと思わせたこのパティラノですが、さすがにこの辺りはダウン経験一度もなしというディフェンスマスター、 IBF の世界ランキング第10位、さあ2階級制覇を狙う田中恒成の世界前哨戦、赤田さん、畑中会長、相手の鼻かなり効いているので、あそうですか、ワンツーの次の3つ目、3つ目のボディ、これをいけと言ってます、はい、ボディは効いています、明らかにボディは効いているようです、そしてこのラウンド田中のいい左のアッパーが相手の顎を捉えました、さあ近い距離、この左ですね、田中恒成の左、このジャブもですけど、はい、フックもすごくキレがあって、あそうですか、ダメージ与えれるパンチが打てているので、ボディ左のボディだ、さあこれは効いているか、効いているか、いやまだダウンシーンはないか、世界戦でサルダールを下した左のボディ、これは強烈です、右打ち下ろしていく、第4ラウンド、高田さん、はい、パティラノ陣営ですが、アッパー左、左のフック、左だけでコントロールしています、
第4ラウンド右のストレートです。第4ラウンドもう残り1分を切っています。パチラオン陣営はこの田中のパンチが一発一発入るたびにですね、顔の緊張感がぐっと増していきますね。そうでしょうね。そしていい動きができてるんだけどもっとパンチ出していこうと、そういう指示が飛んでます。パンチ力は田中の方がもうちょっと圧倒している感じがありますが、ただパチラノもやっぱりこうすぐにダウンとかいうそういう展開ではどうやらなさそうです。打たれ強さもありそうですよ ね。やっぱりこう世界ランカー2人を相手にしてダウン経験一度もなしというのはこれは星野さん伺えます ね。左のジャブだいぶガードが絞って構えてるんで、あそうですか、ボディは効いてると思うんですよ。そうですね、はい、左のジャブ、ほら右のストレートを打ち下ろした。そして左のジャブちょっとこう左焦ってるところがあるんですけども、はい、さあ田中残り時間がありません。第4ラウンドもう少し丁寧にパンチ当てていってもいいですよね。はい、終盤に入っています。第4ラウンドが終わりました。フィニッシュを迎えるかと思わせたこの左のアッパーが、星野さん効果的でしたね。すごかったですね、はい、ここからボディへつなげてれば効率なかもしれないですよね、はい、そして返しのこの左のフック、左には本当にもう念入りにいろんなパターンを井田さんやってきたというここまでですね、そうですね、まだまだみたいですね、はい、ボディーブローも非常に効果があります。さあ中盤の5ラウンド、このから注目のラウンドだと思います、ね、そうですね、はい、田中本人も第5ラウンドっていうのは非常に一つ意識しているラウンドです。さあノックアウトシーンが見られるか、ここまでは圧倒している感じがあります。第5ラウンドじりじりと詰め寄っていく、右を振っていましたパティラノ。どうですか飯田さん、狙っているところありますか、はい、田中は、そうですね、はい、さっきのラウンドも少し言ったんですけども、ちょっと倒し焦ってるような感じもあるんで、あなるほど、もう少しこの左がすごくいいんで、はい、この左でちょっと遊ぶというか、じらすような、パンチも出していくとより、一発、力を込めたパンチが、はい、倒れやすくなりますよね。あなるほど、はい、まあ、いわゆる餌を巻くではないですけども、そうなんですよね、はい、右オーバーハンドで振っていきました。あえてその強弱、はい、緩急をつけることでこうパンチが効きやすくなりますからね、あーだ右反応してますよ、反応してます、あそうですか、はい、高野さん、田中康成なんですね、はい、やはりその緩急のために頭を振ってちょこんちょこんと打っていけと、相手が内に入られると嫌がってるとは分かるという話を、話してましてね、そうですか、で康成選手本人は、はい、ストレートは相手ないねと極めて冷静です。あそうですか、ここもしっかり反応しています。ボディーブローしつこくいきますパティラノ。田中は体を振って前に行きます。さあこの中盤アッパーを2つ差し込んできましたが少し入りが浅いか。パティラノはよく左のジャブが出ています。第5ラウンド残り半分というところ、中盤にノックアウトという、まあ、自らに課したプレッシャーもあります。田中康生の世界前哨戦、ここを勝てばライトフライ級の世界タイトルマッチ。左かなり力が入っています。田中ボディーブローを返します。パティラノボディーが効いている、ボディーが効いている、左のフック、ボディーが効いていますね星野さん。パティラノでも我慢強いです。あそうですね、はい、さすがは世界ランカー。ダウンだ、左のフック、左のフックが飛んできます。いやこの辺りの田中の動きも素晴らしい。これ切りましたか。あそうですか、はい、はい、パティラノが目の上を切ったかもしれません。第5ラウンド残り1分を切っていますが、明らかに田中のボディがパティラノ、あーこの左のボディ捉えています。いいパンチになっています。第5ラウンド前に来るパティラノ、いやただ辛抱強いと言いますか、さすがのこの我慢強さ。パティラノ左の目の上が切れています。右の目の上が切れているパティラノ、左のフック大きく振るっていきます。ジャブで突き放していく、体をくの字に曲げてこのパティラノがいきます。第5ラウンドに入っています。左のジャブトリプルでいきました。左フック、また左のジャブ、いいですね、本当に左、はい、いいですよ、これいいですね、はい、左のジャブが捉えました。ジャブで効きましたね。まずダメージを与えて右のストレート、田中の青写真通りにここまでは進んでいます。さあ第5ラウンド、パティラノもしかしさすがはこの打たれ強さ素晴らしいものがあります。さすがは世界ランカーです。第5ラウンド試合の中盤が終わってこれから後半戦というところですが、いや田中のパンチが相手を捉えました。ボディですね、はい、いかがですか飯田さん。いやそうですよね、はい、本当その強弱緩急をつけていけば、はい、もうすぐにでも、KOC 見られそうですよね、はいはい、田中康生。さあ試合はこれから終盤に向かっていくところですが、あ
こちらお兄さんですね、田中亮明選手、アマチュアボクサーなんですが、リオデジャネイロのオリンピックを目指して、まあ、あの6月に、世界最終予選があるということで、こちらの方も注目というところですが、まあ、弟が世界チャンピオン、そしてお兄さんはオリンピックへというね、まさにもうボクシング兄弟、ね、そうなんですよね、ストロングスタイルですね。はい、お兄さんも応援に駆けつけます。さあ試合は後半です。さあ田中康生6ラウンド目、右目の上をカットしたパティラノですが、有効なパンチでのカットだということですので、この傷がもしそのまま深まってストップということになりますと、田中の TKO 勝ちということになります。第6ラウンド、まだ決定的なダウンシーンはありませんが、パティラノも効いてるはずなんですかね、飯田さん。そうですよね、はい、左のジャブ、まあ、本当あのもらわないっていうガードの良さもありますけども、打たれ強さもありますからね。あ、そうですね、やはり星野さん、そうじゃないと世界ランカーにはなれませんよね。はい、まあ、そうですね、はい、右を打ち下ろしていきました田中康生、左のジャブ、ボディも効果的です。今日の試合世界前哨戦、頭を振ってパティラノ突っ込んでいくところをジャブで突き放していきます。右のオーバーハンド、これは注意したい。田中の方はもう息が上がってないですからね、はい、あ、そんな感じですか、はい、はい、田中のパンチで相手の右目カットしています。ジャブをダブルトリップル持っていきます。まあ、ですからやっぱりアーボリー左に吹く相手のパンチも、はい、ボリーでいきます。ボリーもしつこくいきます。パティラノ、あ、左、田中の方がちょっとこう手数が減ったらもうガンガン来てますよ今。あ、そうですね、やっぱりこう左の手数ですね。そうですね、右のストレート打ち下ろし、左のフック、アッパー、このアッパーは効果的です。第6ラウンド、右を2左のボールを狙ってますね。あ、そうですか、はい、はい、ストレート、右のストレート、さあダウンシーンが見られるのか。この6ラウンド、ボディーブローです。いや、効いてるはずですが、前に来ます。本当に我慢強いです。そうですね、はい、まだダウン経験一度もなしというパティラノ、いい、今効いたんじゃないですか。ボディーブロー、さあダウンシーンはあるのか。第6ラウンド、下がりましたね、詰めていく、いい、さあダメージは蓄積されているはずです。アッパーから左、さあ突っ込んでいく、いい、さあもうダウン寸前という感じ。右のストレート、さあ決めるか、決めるか。第6ラウンド、左ボリー、いやー、まだまだというパティラノ、しかし右打ち下ろしていく、ダーン、最後は右の打ち下ろし。さあパティラノ立てるのか、どうか、立ち上がれない、すごいですね、カウントアウト、ノックアウトで世界前哨戦、田中康生、見事なボクシング、フィリピンの世界ランカーを沈めました。いや、最後はもう連打で右のストレートを打ち下ろすと、飯田さん、はい、まさに理想的な展開でしたね。ですね、もう本当にパティラノが打たれ強いんで、はい、まあ、打たれ強さもなんですけども、精神力ですよね。やっぱりこう心折れない選手をやっぱ、はい、本当にこうダメージで、パンチで倒したということになりますよね。さあ星野さん、はい、改めまして田中康生のこの第2章、はい、いかがでした。もうこの先が楽しみな、そうですね、一戦でした、はい、本当に飯田さんがおっしゃった通り、この我慢強い選手をね、はい、もう精神的に追い詰めて倒したっていうところがすごいですよね、大きいですよね、はい、どうかすると飯田さん、はい、なかなかこう倒しきれずに終盤へそのまま判定っていうパターンもある中、はい、ありますよね、ですよね、はい、やっぱり倒しきったというところにこれ値打ちがあるわけですね。ですね、やっぱりそういうことで言ってもやっぱりこのこう階級を上げて、はい、まあ、自分のパンチがしっかりとこう乗る、階級になったっていうことかもしれませんね、はい、星野さん、やっぱり階級を上げることで、はい、田中にとってはこれ動きもボクシングも全ていいように働いているように映ります。表情も良かったですからね、2分23秒 KO 勝ちにより勝者赤コーナーノックアウトドリームボーイ田中。ようやく笑顔がこぼれました。
飯田さん、20歳の青年の顔に戻りましたけどもね。そうですね、いや本当に中盤まで、まあ、ほぼワンサイドで支配ができたと思うんですけど、はい、倒しきったところに値打ちありという今日の試合です。そうですね、本当にこのままずるずるいく、はい、可能性もあったんですけれども、まあ、うまく、はい、冷静に、ボディ効いてるのを使って、ね、しっかり狙ってきましたよね。そうですね、はい、今までのスピードだけではない田中 の、 このパワーの部分っていうのも一つ発揮できたんですかね、はい、パンチの重さ感じましたね。はい、星野さん、はい、ライトフライに向けて世界タイトルいかがですか。もう 100% いけるんじゃないですか。そうですか、はいはい、まあ、体重がその楽になったというのはもう一番大きい。そうですよね、はい、まあ、陣営としては